防衛省が、イージス艦へ、一二式地対艦誘導弾、改良型の搭載を想定しているとの情報をキャッチしました。一二式改良型と SM6 で、開発を急いだ方が、良さそうです。今回は、このイージス艦への一二式地対艦誘導弾、改良型とトマホーク搭載を詳しく見ていきますね。アメリカがトマホークを売却するとは決まっていませんが、可能性はあるでしょう。日本で2020年6月にミサイルのブースター部分の落下地点の制御が困難なことを理由として、急遽配備の中止を決定されたのが、陸上配備型のミサイル防衛システムのイージス・アショアでしたが、そこに至る経緯も注目を集めていました。最近は北朝鮮からのミサイル発射があり、北海道、東北ではミサイル注意報が流れたことも注目されましたよね。韓国でもミサイル防衛システムの開発が進んでいるということもあり、日本もこの防衛システムの開発は早急な問題として取り上げられつつあります。そもそも、イージス・アショアは、海上自衛隊が8隻のみを保有している貴重なイージス護衛艦を、ミサイル防衛というピンポイントの任務から解放し、その他の様々な防衛任務にも柔軟に対応させる意図が含められていました。そのため、イージス・アショアの配備の中止が確定した後には、これをどのように代替するかの検討が行われました。しかし、最終的には、イージスシステムを搭載するミサイル防衛専用の艦艇を、新規で2隻建造することが決定されました。ミサイル防衛の専用とはいえ、艦艇型となれば、陸上配備型のイージス・アショアが利点として打ち出していた、人員格、若干霞んでしまった感は否めません。ただ、その時点で、他の複数の代替案と比較、検討を重ねた結果、専用艦の心臓を上回る合理性を持つ案はなく、先に挙げたイージス・アショアの利点の継続はならないものの、心臓艦案が代案として採用されるに至ったのです。そんなイージスシステムを搭載するミサイル防衛専用の艦艇ですが、主兵装にはアメリカ製の SM6 の搭載が有力視されており、同ミサイルのどのようなバージョンとなるのかは未定です。ですが、中核戦力として期待されていることもまた事実です。ただし、こうしたイージスシステムを搭載するミサイル防衛専用の艦艇に対し、今年2022年の夏場以降には、これまでに述べてきた SM6 以外の兵装を組み込むことについても、大手のマスメディアが報じるなど、再び注目を集めています。まず、8月17日に読売新聞で報じられたのですが、現在、陸上自衛隊が配備を行っている一二式地対艦誘導弾の能力向上型を搭載するという案であり、大幅に射程距離を伸ばした同兵器によって、いわゆる敵基地攻撃能力を付与するとするものです。防衛ではなく、攻撃の面を伸ばしていく、という点では、アメリカ寄りの考えなのかと思ってしまいますが、日本も防衛するだけではなく攻撃する技術だけでも持っていたら、安心ですね。昨今は、いわゆる敵基地攻撃能力という表現は、その文字の持つ攻撃という響きや、さらに、それが専守防衛を旨とする自衛隊の兵装として適切ではないとの判断もあってか、与党、自民党の一部から出された反撃能力という言葉に置き換えられつつあります。日本は戦争を禁止している国ですから、防衛ではなく攻撃という言葉に敏感なのはわかります。しかし、現在も、北朝鮮からのミサイル発射が多くなっているという事実を鑑みれば、攻撃ができるシステムは、多少持っておいた方が、良さそうかもしれません。
もしもという時にアメリカが守ってくれない可能性がないわけではありませんもんね。ここではそうした言葉の定義について言及することは避けたいと思いますが、本質である一不確基地対艦誘導弾弾の能力向上型は第一段階としておよそ 900km、 最終的にはおよそ 1500km の射程距離の獲得を目標としています。一不確基地対艦誘導弾の能力向上型を開発に従事してしているのはオリジナルと同様に三菱重工業者ですが、すでに令和4年度の防衛白書にて折りたたみ形式の主翼を備えた同ミサイルの画像が掲載されており、実用化が近いことを伺わせています。こうして一不確基地対艦誘導弾の能力向上型はオリジナルの地対艦というプラットフォームと用途に限定されず、艦対艦型や空対艦型など多様で、複数のそれらに対応する兵装となる見込みであり、今後の日本の対艦兵器の主流となるでしょう。現行で、陸上自衛隊が配備を行っている一不確基地対艦誘導弾は、最大でも、その射程距離はおよそ 200km 弱と見られているため、南西諸島等の防衛には、少なからず複数の島々に分散させて配備しておく必要がどうしても生じています。これが能力向上型に進化し、先に挙げたような飛躍的な射程距離の延伸を実現できた際には、たとえ地対艦型だったとしても従来以上に配備する場所への自由度が高まり、南西諸島の防衛にはこれまで以上に効果を発揮するでしょう。日本は島国ですから、どこからでも他国の侵入を許してしまう領土を持っていることも事実です。この地対艦型の活躍にも注目ですね。そして、8月23日に読売新聞は、さらにイージスシステムを搭載するミサイル防衛専用の艦艇には、昨今中国やロシア、北朝鮮が配備を進めている極超音速兵器への対処も可能とすべく、丸三式中距離地対空誘導の改良型の搭載も検討されていると報じました。丸三式中距離地対空誘導弾は、自衛隊内では、中 SAM の略称でも呼ばれている兵器であり、三菱電機が、製造を担うミサイル本体を6発を1組として核型の発射塔に収め、これを送輪式の車両の後部に搭載して垂直発射にて運用を行います。この丸三式中距離地対空誘導弾は車載型であるために機動性に秀でていることは当然ですが、搭載しているのはアクティブフェーズドアレイ方式のレーダーであり、攻撃目標の探索から追尾、そして射撃管制までの三役を担っています。一つの型で三役を担っているシステム、戦いにどれだけ有効に活躍してくれるかも楽しみです。丸三式中距離地対空誘導弾のアクティブフェーズドアレイ方式のレーダーは、最大で100個の個別の目標を探知し、その中から12個までの目標を追尾して攻撃を行うことが可能であり、航空機のみならず各種のミサイルの迎撃に対処できます。こうした特性を有する一不確基地対艦誘導弾は、射程距離に関しては非公開なため推定上の数対空誘導弾改善型へと進化し、2017年度予算から調達が始められています。そして2020年よりロシアが配備するイスカンデルミサイルのような
変則的な軌道で飛翔するとされる弾道ミサイルへの対処能力を付与するため、さらなる改良を施す開発が続けられており、2023年から2027年頃の実用化を目指しています。2023年となると、来年ですから、早ければ、来年これが見られるということですね。こうした一二式地対艦誘導弾改善型のサイドの開発は、ミサイル本体及び射撃管制、射撃管制装置に対して行われる見込みであり、搭載するレーダー等の高出力化も含めて、日進月歩の敵ミサイルの進化に対応すべく行われています。ただし、ついに開戦から半年を経過したロシア・ウクライナ戦争において、ロシア軍はウクライナへの攻撃にイスカンデルミサイルを投入しましたが、ウクライナ軍が持つ旧式の S-300 地対空ミサイルで迎撃されたとの報告も伝えられています。この事実が示すものが、ロシアのイスカンデルミサイルの実力が、同国が喧伝するほどには、迎撃が困難ではないのか、S-300 が、思いのほか高性能なのかは、判然としておらず、断定的な判断を下すには、まだ情報不足だと感じられますね。話を、日本のイージスシステムを搭載するミサイル防衛専用の艦艇に戻しましょう。SM6、一二式地対艦誘導弾弾の能力向上型、そして、一二式地対艦誘導弾改善型の進化版と、複数の用途のミサイルの運用が推定される状況にあります。こうなってくると、当初のイージス・アショア大対策としての存在を超えて、もっと拡張された用途に用いられる可能性が増したということなのでしょうが、そこには、国産での VLS、垂直発射艦の開発も同時並行で行う必要が生じるのでしょう。この国産での VLS、垂直発射艦の開発は、今後、海上自衛隊の潜水艦への対地攻撃用の兵装の実装にも、転用が見込まれると思われ、自衛隊が持つ兵装の汎用性を強化することにつながっていくものだと期待したいですね。